ディスプロビデンスはアメリカ合衆国ワシントン州シアトル出身のロックバンド2003年に結成した高校在学中から地元でプレイして強力なファンを獲得するとともにレーベルからの注目も集めた卒業後デビューフルアルバム Our World Divorce をリリースしその作品は地元シアトルのインディーズバンドギャッツビーズアメリカンドリームのボビーダーリングをして 彼らはとてもクリエイティブで演奏力があるが、それだけでなく素晴らしいポップセンスを持っていると評価させた。2006年にフュエルドバイラーメンに移籍し、セルフタイトルアルバム、ディス・プロビデンスをリリースした。その後は、数回のメンバーチェンジを経ながら様々なバンドとツアーし、一時期は5人構成となってダニエルが、ボーカルに専念していた時期もあった。2007年には、 My Beautiful Rescue のビデオクリップが作成され、ミュージックフェスティバルのバンブーズールにも参加した。2008年には EP ブライトライトを発表。その後はザキャブのホワイトソシリアスツアー等をサポートした。2009年には3枚目となる Who Are You Now をリリース。このアルバムからはレッディ、レ e t t ダ Down や Keeping オン・ウィズ・アウト・ユーなどの曲が人気となり、 アルバムもビルボードで176位にランクインした。ありがとうございます。